スの終点よ、やの先今度正月一緒に来たような全然が前に乗ったかった。何が何だかさっぱりわからず、それがどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んで飽きたけど、何を買うやらどこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてはんまに酔いらんわ、わてはんまに酔いらんわ。日曜さんでというのに、何がいいんだというものか、こんなにたくさん買い物だの悪いこの迷惑考える。あるものないもの手当たり次第に、人の気持ちも知らないです。わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。何はともあれ、この初めに魚屋さんへと飛び込んだ。魚の取り立て食べ切りちょっと買いが晴れ、おっさん買うのと違いはず、楽しみにしたなら美味しいかろうと思うだけ、わてはんまり酔いわんわ、わてはんまり酔いわんわ。鳥が焼けがいたこにかく、エビにあんなこに削ってたこ、ハサミを利かせてお寿司にしたなら、なんぼか美味しいかろう、なんぼかおいしいから。お客さん、あんたは一体何買い物ね。そうそう、私の買い物は魚は魚でも、おっさん鮭の缶詰おまへんか、わてほんまに酔いわんわ、アホかいの。ちょうど隣は八百屋さん、ごぼうにレンコン、パパイの好きなほうれん草、トマトにキャベツに白菜に、きゅうりに塩売り、ボケナスかもちゃに、東京ネギネギブギウギ、パパンとリボンとポンガンと、マッチに咲いたにタバコにじんたん、ややこし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 、はい、ややこし。ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんいますかこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、おっさん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 、おっさん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 、わしゃ聞こえまへん、わてほんまにおいわんわ、わてほんまに酔いわんわ。あーしんどはい、ということでちょっとだけ解説させていただきます。すいません、うざいですけども、ずっと撮りたいなと思っていた、私がよくモノマネさせていただいております、笠木静子さんの東京ブギー、名曲でございます。東京都三軒茶屋の茶沢通り、知り合いのね、方が働いている八百屋さんがあるということで、そちらぜひ使わせてくださいとお願いしたところ、どうぞどうぞということで茶沢通りに決定いたしました。ちょっと音程の方が1音低いのご了承ください。あと私の髪の毛がアフロヘアのズラを活用させていただいておりますので、そこもご了承ください。こちらの、洋服 SOSOSO みたいなね、こちら確かこんなの書いてありましたので、これも書かせていただきました。手作りのエプロンでやらせていただいております。そう、ここの動きがなんかちょっと何回もやってみたいやつでした。そう、もうノーカットでここまで撮りたいなと、撮らなきゃいけないだろうという感じでやらせてもらったら、こんな感じになってしまいました。そしてこちらの
スイングと書いたチョッキを着ているのが、こちらで働いていらっしゃいます知り合いのご主人ミッキーさんですね。今回無理やりスイングを着てくださいということで、これは私が、模造紙を切って貼って作りました。この日もお店がお休みだったにもかかわらず開けていただいて、こんな感じで野菜並べるけどどうなんて言って、めちゃめちゃ乗り気、もうめちゃめちゃいい方でございます。そしてお隣のお隣にですね、魚屋さんがありまして、まあ、実質八百屋さんを取ってから魚屋さんを取ることにはなったんですけども、そこはちょっとあまりお気なさらずという感じです。皆さん本当に、心よく明るくいつも応援してますみたいな感じで言ってくださって本当に良かったです。これは自撮りでちょっとくる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 、もう全然ね、台本とかを特に考えていたわけではなく、そこのパッションで、急遽思いついた動きをして、その後編集で楽しく、こちょこちょつなげていくという感じにさせていただきました。ここでもね、なんかあんこうの南蛮漬けみたいなのをイカかな?いただいて、お昼にどうぞということで、それを食べてすぐにまたお礼を言いに行って、いろいろ買わせていただいて、いろいろ買ったのに500円にしていただいて本当にありがとうございました。友達の娘さんがね、私のところに来て、ミラクル、こんなことをホコ天でやって恥ずかしくないの?なんて言われながら、いやでもプロだから本当は恥ずかしいけど、それを乗り越えるからプロなんだよ、なんつってね、よくのわからないことを言って説得したんですけど、一番初めに映ってますね、友達の娘さんがね。さあここで問題です。私はこの映像の中で何回ずっこけたでしょうか。 7.5 回、ここで、お話ししたいと思います。改めて、改めてお話ししたいと思います。なぜ私がこの笠木シスコさんの曲を歌おうと思ったのか。これはですね、あまりご近所の方とかに言わないでほしい、大声でも言わないでほしいんですけども、米粒社協、漫才師の米粒社協の折島一平さんにですね、ミラクル、笠木静子のモノマネはやんないのかいって言われまして、は?笠木静子さん?その時私ちゃんと分かっていなかったんですね。そして折島さんに、いや日本人なら笠木静子さんのモノマネするべきだよ、しないの意味がわからないよと言われて、私は心打たれまして、すぐさま笠木静子さんのモノマネ練習を始めたという、そういう生い立ちじゃない、いきさつでございます。折島さんに改めて感謝。